はい、皆様こんにちは、柴です。このオープニングで俺が話してるの初めてだな。なんかちょっとまともなオープニングなかったんで、ちょっと後から撮ってます。今回はですね、ホライゾンのこの金スキン、これが欲しくてガチャを回すっていう動画です。別に言うことないですね、他には。ということで本編お楽しみください。で、俺はクライゾンをね、まあ、1800金塊出してもいいし、2400クラウドメタで出してもいいんだけど、そんなことはしたくないね。ホライゾンに対するそれは侮辱だと思ってるから、俺は。だから、俺はもう自力で引いて出す。妥協点はフラトラマスティフかな。シンプルにかっこいいんで、フラトラマスティフだったら、まあ、許そう。まあ、ギリ許すわ、フラトラマスティフだったら。オッケー、行こう。まず、前提ね。まず絶対条件、金。まず絶対条件、金。はい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 。だってさ、金と紫が出る確率さ、40%、違う、50% ですよ。半分なんすよ。50% 引けなかったらもうやってらんないって、俺、普通に。もうこれ1200円じゃん。もうここ出すしかないじゃん、俺。まあ、でも 50% なら金出るわ、ここで。だからさ、冷静に考えろって、一回。もうやってらんねえ。もうこれ2100円かかってんじゃん。もうすでに。おい、すでに時お寿司じゃねえかよ、これもう。あ、ちょっと危ねえ、危ねえ。これで、まあ、まず金だな。よかったわ、ここまで出なくて。あ、オッケー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 。でもこの金ってさ、この金じゃないよね。てか、この金って普通の金だよね、俺出したの今もしかして。これイベントの金、イベントの紫でしょ、こっちって多分。え、バカ喧嘩やられてたけど、これ、エーペックス。何 ?3 連続紫出したこと今。50%俺3連続外したの？帰るって、家に。真ん中だよな。そうだよな。真ん中、このガチャの真ん中がイベントアイテムだよね。は？お前さ、4連続はないよね。もうここで収束してます、確率は。こっから4連チャンでしょ、金が。いや、まあ俺はもう正直クリック押す準備できてる、正直な話。何？あ、紫か。よし、次。みたいなさ、どうせ全部回すからみたいな、そういうここじゃないの、俺は。俺はこの限られたこのメタル？メタルじゃねえわ。はぁ？もう回すわ。うるせえな。5連チャン紫なんだけど俺。50%5 連チャン外れてんだよ！ふざけやがって、マジ出るだろ、もうこれで。ありがとう。あー、もうコンプリートしよっかな、紫。じゃあもう紫の方が少ないって。もう、見てこれ。1、2、これもう 50% じゃないよ。てか、冷静考えたら。うわー、危ねえ。騙せとかった、これ、ゲームに。50% ってこれ、最初の段階で 50% でしょ、これ、実は。だってこれさ、もうさ、1、2、3、4、5、5個しかありません、紫は。5個に対して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃ、75% じゃん。違う、5対10でしょ。15分の10対15分の。もうだって紫5個しないから。6連チャン俺、紫今。すごくないそれ逆に。はい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 。まあもうそう。で、ホライゾン一発出ちゃったらもう終わりです。まあいいでしょう。フラットラならまあいいでしょう。ギリ。まあ、とりあえず一番金来ていらないのは、ボセック棒とチャージライフル。まあキャラスキンはギリ許す。うん、ライフラインを除いて。ライフラインを除いてギリ許すわ。ライフライン、ボセック、チャージライフル来たらちょっと結構もう紫と同意ですね。それはすなわち紫です。まあまあ、まず金ね。はいはい、まあそれはそうよ。あともないもん紫。逆に。で、はい、ホライゾン。じゃあ紫じゃん。何回あと？あと何回これ？あ、やば。あと9回ぐらい？とりあえず、だから、さっき言ってるけど、俺はだからもうこの、ホライゾンにしかやれないんだけど、まあ、サイキス他のやつでもまあいい。で、一番まあいいのは、マスティフ。んで、まあ、ボセックとチャージアイフル行くと、まあ、追加でランパーとかな、こいつも使わねえよ、よく考えたら。まあ、ジブはかっこいいし、アッシュもたまに使うし、オクタンもシンプルかっこいいから、ランパーとかな、ギリいらないの。でも、こいつとかさ、存在価値ねえじゃん、普通に。間違ってっかんね。ここに並んでること自体が。まず金な。まず金は絶対条件ね。はいはい、もうそれはそうです。こんなものは簡単。こっから、まずここまでチュートリアル。はい！な、もうさ、やってらんねえわ。じゃあ。もうやってらんねえわ。なに？俺いらないスキンから全部集めていくタイプ？ねえ。沼？これ。カイジじゃん。こう考えたら、俺もう紫はまあいらないけど、金でもう2個だけだから、クソは。ランパートと。ランパートとチャージ F だけだからいらないの。まあそう考えたら、
そう考えたら比較的もう大丈夫だわ。まず金な、絶対。それはもう、木は出ます、ちなみに。木は出るんだけど、もうそっから。マットマギーしかいねえしな、サイド。これ何のスキン？マットマギーじゃん。全部マットマギーじゃん、じゃあこれ。お前マットマギーか？マットマギーじゃん。なんだこの、お前マットマギーだよな。マットマギーじゃん。おい、ふざけん、紫またいらないっつってんじゃん。てか、紫もう3個しかありません。4個でした。え、待って、これ来たら心折れんだけど。まあ、これだけは当てない。ちょ、待って、びっくりした、今。フォロスプレーあんじゃん。これだけは、もう、やば！キモ！ふざけすぎでしょ。まず金な、絶対。絶対金な。まあ、そりゃそう。ほらやぞ、もういい、もういい、ほらやぞ、ほらやぞ、ほらやぞ、もういい、もうほらやぞ、ありがとう。え？俺、いらないスキンから集めるタイプじゃん。いらないスキンから集めてる。待った、何回？俺、俺別にさ、こいつじゃなかったらいいっつってんじゃん。この2体とか。じゃあもうチャージライフル以外なら、まあもういいよ。だってもういないもいらないキャラ。だって出たしね、全部。紫は論外、特にホロスプレイ。で、まあチャージライフルは答えて大丈夫です。とりあえずはね。だってチャラ引く確率とさ、ホライゾン引く確率同じじゃん。もはや。チャラ引けんならホライゾン引けるもん。まず金って俺言ってんじゃん。何回も何回もさ、お前だと思ったよ、俺は。でもまあいいや、ホロスプレイでない限りまだいいわ、許せる、紫は。はぁ？許せないんだけど、紫。いや、でもまあ、次はさすがにもう、1、2、3、4、5、6。まあ、66% は金なんで、俺からしたら。いや、もうホライゾンで、ホライゾンだった、ホライゾン、はい、金、まず金。はい、まず金、オッケー、まず金は絶対確定。で、ホライゾン、まあ。ってなったらもうホライゾンが出る準備はできてる。もうだって正直マスティフォンちょっと欲しかった。正直。ホライゾンが先に出ちゃったらマスティフォン手に入らないよってことだと思う。俺はホライゾンからのメッセージ。っていうホライゾンからのメッセージってことを俺知ってるんで、これはホライゾンから昨日 LINE 来てたんで普通に。一回お前にマスティフォン当てることによって次は私が出てあげるよって意味なんで、ここで完璧に終わりです。もう悔いないもん、このガチャ。マジで。マジで悔いない。とりあえず金ね。まあ、今日は出ると思う。オッケーオッケー。で、ホライゾン出て終わり。はい、ありがとう。エンディングです。え、これとホライゾン？ホライゾンか？で、お前はさ、どうした？おい、マットマギ、お前はそんな、もうすげえチャージライフル見てんじゃん、お前。お前はこっち見てるし、チャージライフルを守る兵みたいな。あと何回俺？ 3 回じゃん。うわ !3 回で7分の1を引かなきゃいけない、俺は。あ、まあ、いけるでしょ。とりあえず金。正直もう金スキンはホライゾン以外いらない。この段階に入ったら全部嬉しくない。正直ホライゾン以外。もう全員アイテム。ホロスプレイは論外。責任とかはそれだけ。よし！オッケー！もう4分の1！ 4 分の 1！ ホライゾン4分の 1！ 4 分の 1！ 4 分の1だよね！本当に！でももう2回ってことは金が出れば3分の1だ。何やってんの俺これ。こいつが欲しい。は、俺1800円払えばよかった。じゃあ、ガチで何やって、え、これ、あと2回だよね俺。え？まず金。待って、これ結構、やばい。6分の1。まず金な。これ50%だ、マジで。紫は金か。まず金。ここ金2回出せなかったら正直話になってない。ここ、金2回出してやっと勝負できる。まず金。まず金。絶対金。絶対金。お願い。絶対金。まず金。絶対金。え、青って何？え、わかんない。ちょっと待って。あ、え？真ん中から出ないっていうタイプもあるんだねって話をしつつ、お前じゃん。わ、こっちでやってる。こっちで1800円使ってれば俺は簡単に回せる人のようなさ、大物 YouTuber じゃないんですよ。なんか皆さん見てる方々は本当にさ、回しまーす。はい。あー、これ結構いいっすね、このスキンは。みたいなさ、そういう流れでやっていくじゃないですか、皆さん。軽々しく。俺こう命かかってっから、普通に。食生活とか含めて。俺はここで、死んでもなす。よし、ラスト1回行こう。まず金な。5分の1か。急に確率下がったな。下がったのか。うわばっかい。まず金、金出れば2分の1、金出れば2分の1、いい、金出れば2分の1、絶対取る、ありがとう、2分の1、
あと5個なんで、俺さっき言ったけど、正直、コイン的にはスパレジを解放してもね、別にいいんですよ、コイン的に見たら。ただ俺本当にこれ使わないんで、スパレジ。で、まあ、3、4分の1、まあ、普通にもう、ホライズン出た瞬間にやめます。なんで、まず金ですね。金出たら確定なんだ、これ。なんで、まあ、とりあえず金出しておりまーす。で、確率は、ま、もう 25%。しかももう、金が出ればホライゾン。ありがとう。金が出ればホライゾンだから。いきまーす。もう、ここは消化試合だよね。まず金な。マジで大好き。エーペックス!うわっ!お前、やるか、じゃあ、お前、ほんとに。おう、一生やるか、戦争、マジで。どっちが勝つかだ。キーを出すのが先か。てめえら紫二つがコンプレスの勝ちか。おう、来たなラスボス、ホロスプレイがよ。出さねえってたかな、絶対。ホロスプレイ、てめえだけは。クソがよ、やってやるじゃあ、マジで。金出たら俺の勝ちだからな、マジで。バカが、エーペックスがよ。いや、行くぞ、マジで。33%。確率 33%。はい、はい、はい、はい。マジでさあ!おい!うわはおー楽しくなってきたじゃん、面白くなってきたじゃん、おい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 、やるか、おいやるかじゃん、おいやってやるよ、ホロスプレイラスボスな、お前、おい来たな、お前マジでやってやるよ、じゃあもう、じゃあやってやるよ、マシュマロかホライゾンかな。もう最後の戦い始めようぜ。おい、もう確率は 50% よ、金か紫か。でもうその瞬間にわかるからね。最後の戦いやろうぜ。終わりにしよう。エペックス。俺はお前に勝つ。ありがとう。サンキューホライゾン。よろしくな、今日から。金が出れば俺の勝ち。紫が出ればホロスプレー。行くぜ。終わりだ。チェックメイト。待って、これ来たら心折れんだけど。まあ、これだけはあってない。ちょ、待って、待って、びっくりした、今。ホロスプレーあんじゃん。これだけは、もう、やば。キモ。チェックメイト。まあそうですね。これはちょっと、正直想定しがたいことが起こってるというか、その、もうそうですよね、本当に。ね、なんて言ったらいいのかわかんないということで。まあ俺はその、もう、はい、わかりました。スパレージ解放ですね。おい、マジでいらないんだけど。ねえ、もう、一番いらないスパレジなんだけど、俺言っとくけど、ガチャ回さねえかんな。お前マジ、俺ここで解放すっからなバカだバカがよクソガキがマジで調子乗んねえ。お前の思い通りいかねえかんな。どうせお前は今ガチャ回すと思っただろ。俺1800円払うから、だったら。ふざけがってマジで。は?いらねえよ一番価値ない。